お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのチアンディガポイですね。アイスイーツが入ってる、アイスイーツボスキーの、ディガー削りデッキをね、今日は使っていきたいなと思います。というわけで、またね、またアイスイーツかっていう、多分、数名思われてるかもしれないですけど、僕はアイスイーツが好きなんでね、ちょっとアイスイーツデッキがちょっとね、多くなっちゃうのは申し訳ないですけど、今日はディガポイをね、久しぶりにやっていきたいなと思いますだけで、ディガポイ、最近どうだろう、めっちゃいるわけではないですけど、このディガポイ唯一流行ってるかな、この方ぐらいが結構見ると思いますね。というわけで、ディガー削りなんで、とりあえずね、ディガーを飛ばしていきます。で、ゴーレムですね。でゴーレムに対してはてか基本的にジャイとかに対しても逆サイの位置にね、墓石を出したいですね。そうするとちょうどゴーレムが釣れるし、こっちね、こっちの逆サイ側のタワーから逆サイのタワーが殴ってくれるんでね、墓石はこう逆サイの位置に出すといいですね。やば、これベビープラスのタルババで範囲攻撃で、あ、待って、やばい、終わる、え、やばいやばい、これ後ろ下げて、あ、危ない危ない危ない、まさかのゴレ三重視ですね。久しぶりに見た。なんで、多分エリポン持ってるのかな。エリポン持ってたら、エリポンにポイズン打っちゃうと三重視が辛くなるんですよね。残り1分切るまで。そしたら三重視にボコボコにされちゃうんで、でも逆に延長、後半に入ってしまえば、こっちの回転が早いんで、ディガーにポイズン打っても、その後、三重視に対してポイズンがギリギリね、間に合ってくると思うんで、序盤はエリポンから言ったらディガーでどうにか処理したいですね。けど、相手のアイスイーズダクプリなんで、わかんないですね、中身が。で、ムートディガっぽいなんで、ディガーで攻めれるんですけど、これムートでも攻めれるっていうのが、このデッキの強みですね。よいしょ。これもこのまま走らせていいかな。これムートがこのまま入るっていうのがね、でかいですね。で、これちょっとめっちゃケツベビでもよかったんですけど、この間にちょっとダクネを溶かしたいなーっていうベビですね。よいしょ。でも一回ボスキー逆サイの位置に置いて、アイスイーズ出して、アイスイーズでコウモリ処理できると、このゴーレもね、キング起動できますね。多分、アイスイーズが遠くなって、タギがコウモリに変わんないかな。ギリ変わんなかったですね。やばい。この、コウモリの2体がめっちゃ痛いですね。でも、こんぐらいは、強ですね。こんぐらいは全然。キング起動できたのがでかいですね。で、これはディガーでこの間にしっかり削ってあげて、よいしょ。墓石置いて、30しか多分出るんで、トレネ構えて、ここにね、トレネポイズンしたいですね。後ろに出たんで、これもポイズン打ってあげて、ダイスイーズ出して、これもこの間にゴーレムはムートとかでしっかり溶かしたいですね。トレネプラスの、なんかタルボーとかしとくと、この範囲攻撃でね、はい、ビビドラいると思っていいんですけど、アイスイーズベビの範囲攻撃がね、めちゃくちゃ強いんでね。これやばい、ダクプリの範囲攻撃のやつがタワーに入るのがちょっと痛いですね。このカウンターにディガーを飛ばしてあげるだけで、ダメージが絶対入っていきますね。このムートディガーポイ、本当に守ってカウンターでディガー飛ばすと、これムートがね、ずっとタワーのターゲット取ってるんで、その間にディガーがコツコツ殴るっていうのが、強みですね。なんで、ムートをいい感じに攻めで、守ってからの、攻めでね、生かしていきたい感じですね。はい。というわけで、次ですね。とりあえずすることなかったら、ディガー飛ばしたり、タルババ転がしたりしつつ、ちょっと待ってもいいですね。で、待って相手に合わせて受けていく。相手がなんか出したら、逆サイ攻めるぐらい。本当はここでラバ出されたら、なんかムートとかで逆サイ攻めたりもしたいんですけど、まだ待ちですかね。待ちというか、攻めれるのがなかったんでね。ディガーだけ飛ばして、受けからいきます。で、ここの相手の、まだわかんないですね。ベビードラ。これは、墓石にタゲ取ってる間にベビードラこう出してあげると、このベビードラのね、1対1に勝つことができますね。で、僕のアイスイーズは飛ばされちゃうんですけど、これいい位置のディガーですね。トルネでキングに起動させない。で、これはパピーとディガーが痛いんで、こうしっかりね、トレンドでまとめていきます。で、こういうところに、ワンチャンディガーとかね、どんどん今の行ってもよかったですけど、僕は左側ラバで攻められてるんで、右側をちょっと攻めたいですね。で、多分、ラバなんでトレンドがないのと、ムートで攻めると多分施設が
多分あれゴブリンなんだっけ、あれがあるんですよ、あのゴブリンの檻ね、ゴブリンケージがあるんで、ちょっともう後ろからねこの盾戦処理しつつちょっと行きたいんですけど、多分ゴボリ置かれるんで、これ普通に守られちゃいますね。多分ゴボリがポイって、はい、まあここはなんで攻める気のない感じですね。一旦守ります。でここはタルババで攻めつつ、まあ、ディガーもちょっと飛ばしていいかな。よいしょ、クワンチャンベビー逆サイはやりすぎか。まあもうここはしっかり棒ポイします。ディガー飛ばされても、まあこれで大丈夫ですね。これでディガー飛ばされても全部このままポイズンで処理できますね。まあ、ベビーがちょっと痛いかな。でもアイスイズは次のラバに取っとかないといけないんで、ムート逆サイ攻めるんですけど、ここですね、ここでゴボリが来て、まあ、縦線からのゴボリなんですけど、ゴボリが真ん中に来るなら攻め取るので、逆に後ろにやるっていうのも手ではあるんですよね。ここですね、ここ。でも、この相手の縦線がうまいですね。今ちょっとヤンキープレイしたんですけど、今の相手の縦線がうまかったですね。これ逆サイムートで、ちょいヤバですね。このディガーが、絶対これ、おられるな。攻めればよかったな、縦線か。ゴボリからの、あ、ゴボリが入ってないんで、割れる瞬間に絶対来るのを逆サイに持っていって、ムートを入れるっていう、ちょっとこのね、おしゃれな。さっきからおしゃれなことしかしてないから、ちょっと負けそうになってるんですよね。まあでも、こっからですね、ここはしっかり守っていきたいところでありますね。で、左側にベビー残ってるんで、こういうところでちょっとムートやって、いい感じに攻めていきたいですね。よいしょ。この、しっかりディガーとリックを抑えて、相手多分攻められたのに気づいてないですね。自分が攻められてることに対して気づいてないですね。よいしょ。ここしっかり守ればもう勝ちですね。しっかり守って、あと真ん中ムートでもしとけば多分終わりと思いますね。危ねえ、ちょっとあの、ちょっと危ないですね、マジで。このラバー、危な。危な、まあまあまあ、ちょっと、いろいろ言いたくて危ないんですけど。まあ、ゴボリが結構ムートからしたらやっぱきついんですけど、あの、ああいうゴボリ出しておけば逆に相手は守れると思っちゃってるんで、そこをゴボリ破裂した瞬間のね、強いゴブリンをトルネで、あんな感じ引っ張ってあげると、まあ、ムートが刺さりますね。てか、まあ、ラバー自体がちょっとしんどいです。あの、ドラドラがちょっとしんどいですね。ドラドラディガーがなんで、まあ、ああいうところで、しんどいんですけど、ああいう勝ち方があるみたいなのを、あの、知っといてもらえるといいかなと思いますね。結構勝てない、結構意外ときつい場所だと思うんですけど、あれは。ああいう感じの攻めが大事ですね。まあ、多分1個おられるんで、2-1でっていうの、まあ、全然そんな思ってなかったんですけど、2-1っていうのは。1-0でディガポイ基本勝ちたいんですけどね、どうしてもやっぱ守れないっていうのが来た時は、頑張って2-1で戦いたいですね。よいしょ。これは、ディガーで攻めつつ、次のね、ネクストにあったタルババを持ってきて、あの、防衛しつつ攻めに回すっていう感じですね。ベビー出して、よいしょ。相手はディガー吹きやコウモリ、ヤング迫撃ですかね。迫撃ディガーなのかな、まあ、ポイズン打って、相手の吹き矢のレベルがちょっと低いんですよね、これ。迫撃来たら速攻ムーとか逆サイの位置の墓石ですね。なんだろ、ハシマイギャングとかかな、来てハシマイギャング、ワイスイーツで受けようかな。あー、これもう一個右の位置でもよかったかもですね。攻めに、微妙な攻めに、あのカウンターになるんで、まあまあまあ。リガー飛ばすと今ギャングないんで、アウトローかコウモリ、やりゴブサイター、コウモリかアウトローですね。まあコウモリサイターのアウトローですね。まあこれは本当はポイズン打ちたいですね。あそこのアウトローに対してはすっごいポイズン打ちたいんですけど、今回ってないんで、後ろからムート合わせていきます。で、5打たれたら、まあ打たれたんですね。5ウッドで飛ばされるんですけど、まあまあ、あー、なるほどね。そっち系ですね。プリンス型は言うて墓石がまああるんで、よいしょ。で、こういう間にリガー回ったらどんどん回してあげて、で、この吹き矢をちゃっちゃ処理したいですね、タルババで。このベビーが残るだけで、あの、攻めにもね、ベビドラが活躍してるんくれるんですけどって、まあどっか行っちゃいましたね。よいしょ。
他の攻めると、お、このケツプリ美味しいですね。多分これは止めれるあの範囲系が結構ない。アウトロープリンス、はい、これちょっとラッキーですね。ベビードラが無双しますね。ベビードラ生かすのはすごい大事ですね。よいしょ。復帰が来たら、まあこれも、これはタルバブで処理して、これトルネでいいや。トルネからのまあ攻めのタル。よいしょ。あとはまあ、ただこれを繰り返すだけですね。プリンスに対しては、ちゃんとあの、墓石を出して受けるの大事ですね。なんか甘えて、なんか守れるっていうのをやっちゃうと、やっちゃうと意外とね、持ってかれるんで。だからここはポイズン打って、まあ、相手に合わせて動く感じですかね。ちょっとムートアイスイズ出して、これタルババで速攻処理します。で、ここはディガー飛ばしても、結局あの、プリンスが結構突破できない。で、ここ一回ディガー飛ばさずに待って、プリンスがね、もうこっちに来てから出してあげますね。で、こういうベビドラで処理すると、この墓石がね、あの、プリンスにしか殴られないんで、めっちゃ活躍しますね。ここら辺もポイズンってあげて、で、ディガーは、まあ、キング起動してるんで、結構無視しやすいですね。ムートで、いいかな。これ、しかも、これは、あの、右側のね、普通に、僕の攻めアイスイズで、左も、ちょっと多分殴りますね。まあ、ほんと微妙なんですけど、それぐらいでいいかなと思いますね。あと、437なんで、まあ、もう勝ちですね。よいしょ。この辺、端前のベビードラがやっぱ最強なんで、端前ベビーを無限に、あ、狭くなった。狭くなったというか、範囲が、ちっちゃくなったんで、空振りましたね。よいしょ。ここ、最後、ポーズ塗ってあげて、フィニッシュ。もう結構、あの、攻めすぎない程度に、攻めすぎない程度に、まあ、むずいですけどね。よし。ってなわけで、何戦したかな ?3 戦したかな、さては。さては3戦したっすね。もう1戦やっとく?もう1戦やっとくって思うんですけど、まあ、なんかいいかなと思いますね。しっかり守ってカウンターでディガー飛ばしてね。はい。あとは真ん中ベビードラ、迫撃とかに対してはしっかり真ん中ベビーをね、ちょっと、まあ、延命させるっていうわけじゃないですけど、結構相手からしたらベビードラが苦しいと思うので、しっかりベビードラで攻撃処理して、プリンスだけはボス系で受けるみたいな感じで行くといいかなと思います。はい。で、このラバフリーは多分結構今の環境的にちょっと厄介かもしれないんですけど、全然勝てない相性では勝てないこともないと思うんでね、ぜひそのワンチャンしっかりつかみにね、はい、皆さん頑張ってみてくださいというわけで、今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。